がございます。パンダにとってフラッシュの強い光はストレスの原因となり、赤ちゃんパンダ優品には目の発育に悪い影響を及ぼします。どうぞ皆様、お写真を撮る際に必ずフラッシュの設定を発光禁止に切り替えをお願いいたします。切り替えの方法が運営者の場合はお手伝いをいたしますので、どうぞ普通の候補的なスタッフにお声をかけください。ただいま親子の運動場の前、皆様にご自由にご覧いただきますが、一番上に伝えられる方は後ろから来られた方と場所を交代しながらのご観覧、また腰を一番低く落としてのご観覧にご協力をお願いいたします。後ろからは小さなお子様もお越しいただいております。一番前の方はどうぞ後ろから来られた方と場所を交代しながらのご観覧にご協力をお願いいたします。パンダランド内フラッシュ撮影はご遠慮いただいております。皆様お手持ちのカメラ、お写真を撮る前にフラッシュの設定が発光禁止になっていることをご確認ください。フラッシュの設定が